はい、それでは棋聖戦の、第3局目の2日目を、見ていきたいと思います。はい、封じ手はこう伸びでしたね。はい、まあ何か、まあこうとかね、まあもうこの石はもう捨てるつもりで打てばまだ長期戦だったとは思うんですけど、まあ悪いながらもね、うん、もうこれは動き出そうっていうことですね。うん、結構非常手段な、はい、手だったんですけど、うん、白は見事にね、全部仕留めた格好となりましたね。やっぱり時間がねもうありますからね、もう、読み切れる、読み切れますかね。完全にね仕留めたという形で、ちょっと芝野さんにとってはね、後悔が残る、碁だったんじゃないかなと思いましたね。はい、やっぱり芝野さんはやっぱり感想でありましたけどね、この別れではっきり悪くしてしまったという、ことでしたね。こう跳ね出さないでね、もう黒4子を、ね、捨てるような、これがやっぱり悪かったんでしょうかね。逆にこれ捨てた方が、打ちやすいんでしょうね。まあここでどう打つか分かりませんけどね、まあ何かこんな感じで打っておけば全然これからだったんでしょうかね。はい、ということでね、第3局は、一力さんのね完勝譜となりましたね。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。